武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学教育学部文系の、国語の、2017年の入試について話していきたいと思います。まず、配点が50点で時間が90分、大問が4題、出題されております。で、大問4題のうち、現代文が2題、古文が1題、漢文が1題という形で、まあ基本評論2題の年が多いですが、まあ一つが随筆になることもあるという形ですね、現代文なんです。で、設問の形式としては、まあ選択と記述、それぞれありますが、記述に関してはまあ論述をするような問題は基本的に出ないので、まあ漢字の書き取りだったり抜き出しだったりですね、が中心となっています。で、まあ文学史出ているので、まあ文学史もしっかりやっておきましょう。はい、そしてそれぞれの難易度についてなんですが、まあやはりその早稲田の国語全体的な難易度の中で見ると、まあ文章はちょっと長めで難易度高めという形で、ただ早稲田慣れしてれば十分対応できるという問題ですね。なので、どの学部の問題も基本的に極力ちゃんと手を出して、あの早稲田の過去問に触れて、どこまで読まないと解けないのかっていうことに慣れておくことをやっておきましょう。で、特に評論の内容が結構難易度高いことが多いので、まあ現代文キーワード読解や、あの現代文の開発講座や、現代文で格闘するなど、そういった参考書で、まあ用紙をつかむ、あの本当にテーマが苦手な人は小論文のネタ本などをやってもいいと思うんですが、こういったものでテーマを抑えて、どんな内容かを予測して、まあさらに読み取って、でその早稲田で要求される回答の水準という部分をちゃんと覚えていって、まあ、答え選べにしていくということを、まあ現代文やっていきましょう。そして、まあ古文漢文に関しても、結構その選択肢が何というか、間違えて読んでも成立するような答えになっているものがかなり多いので、あのどの部分でちゃんと答えを見分けなきゃいけないのかっていう、その選び方の部分をですね、まあ一問一問丁寧に時間かけて徹底的に読み込むということをやるようにしてください。で、割と文法知識なども正確にやはり入れ直しておく必要があるので、全体的に基礎の復習と完成度を上げるということをやった上で、早稲田の過去問で、まあ他学部も含めて慣れるということを古文漢文をやるように心がけてください。以上が国語の勉強となります。